ようやくつきましたね。フラットウッズですね。ここが今回の拠点となる場所かな。そうみたいですね。で、ターミナルがある。レスポンダー、ゴーリー鉱山、偵察。ジェフ、フラットウッズでうまくやっていることを願うわ。伝えたいことがあったので連絡したの。人員に余裕があれば、ゴーリー鉱山に部隊を送りたいと思う。前線から葉っぱによる採掘を行っていたらしいから、またダイナマイトが残っていれば使えるかもしれない。ボランティアのプログラムで忙しいのは分かってる。決定は任せるわ、マリア。ということで。今回このレスポンダーってのが、この、いる、なんていうか、派閥っていうかね、そういうものらしいですね。で、まずは、これで、いろいろありますね。これで従っていけばいいってことなのかな？メモもある。レスポンダー、データベースは現在ロックされています。ボランティアとレスポンダーだけが事態を再び落ち着くまでアクセスできます。これは問題が解決し、この偉大な国を再建するまでの予防処置に過ぎません。物資に関する詳細情報を更新しました。戻ったら残っている生存者に資源を供給できます。デルバート記者は戻るよう志願し、生存者の世話をしています。ダッサということでね。レスポンダーってのはなんかこう、慈善団体かなんかなんでしょうかね。なんかボランティアとなんか近い存在なのかな。で、なんかまた上に紙がありますね。水の安全レポート。水質レポート。結論、徹底的に沸騰させない限り飲料として安全ではありませんということでね。ボランティア広報者、コロネルが調べたんでしょうね。なるほど。徹底的に沸騰させない限りは飲めませんよというね。大変汚染されている水だということがわかりますね。で、あとはなしと。8番ボール玉。お、監督官のログですね。設計図などもある。なるほど。これもあるのか。ダッサ・ベン・アン。これ後で、この監督官のね、ログの話終わったら聞きましょう。かつては人間だったのでしょう。緑色に光る病変が見られる彼らは、怒りと苦しみに満ちて、我々は一つと言っていました。一つとは、事態は私たちの予想を完全に超えています。最悪の事態を予想していたのだ。消防士、警官、緊急医療の専門家などで構成されていたようです。彼らは水や食べ物の与え方や生き延びる術を伝える自動システムさえ持っていたようです。ボルトでの訓練を生かし生き延びるのです。レスポンダーのテストも受けてみてください。残念ですが、状況は想像以上によくありません。ですが、ミサイルサイロの場所と。はい、途中で終わってしまいましたね。続きを読みます。そこを安全に確保する方法を知っている人物がどこかにいるはずですということでね。鉄片か。今では最終戦争と呼ばれている。
それから間もないが過酷な状況だった。生存者の物語へようこそ。私はダッサベンアミ、レスポンダーよ。この数年レスポンダーと活動を共にしている。元はチャールストン出身だから参加するのは簡単だった。簡単でないのは活動の方ね。瓦礫からのアパラチアの再建の傍らで生存者は各地からひっきりなしに集まってくる。大勢が来て大勢が去った。彼らの語られない物語、時とともに忘れられる名前、この歴史を何らかの形で残さねばと思ったの。人々に思いや物語や永遠に記録しておきたいものは何でも記録するように頼んだの。このシリーズを生存者の物語と呼ぶことにするわ。自分のことから始めましょう。私はボルトテック大学の人類学博士課程の学生だった。最終学年、サイレンを聞いた時には自分の論文を印刷している最中だった。きっとボルトテック社の従業員の父なら私たちみんなを連れて行ってくれると思った。でも二人分の予約しか取れなかった。だから行かないことにした。小さな弟と一緒に彼はボルトに行った。私を説得することはできなかったけれど彼らはやろうとした。結局は私が彼らを中に押し込んでそういうことになった。その後故郷のチャールストンに戻って、その生き延びた。最終的にレスポンダーが結成されて私はすぐに契約した。大変だったわ。洪水で荒れ果てていた。モーガンタウン空港に拠点を移して今はフランス。まあそれでも私は楽観的よ。彼らとは今のところ多分2年ぐらい。はい、物を取るとね消えてしまうのでまた続きを読みますね。大きな計画があるの。助けてくれる人が大勢必要だわ。もしかしたら大丈夫なくらい再建できるかも、ということですね。なるほど。このダッサベンアミは、もともとはレスポンダーじゃなかったけど、その、レスポンダーになって、で、それで、この国を再建するのを手伝うことになったということですね。美味しくて無料の料理教室。駐車場内、フラットウッズ酒場のすぐ外。デルバード・ウィンターズ牧師が毎日料理教室を開いています。すべての生存者は無料。食べに来て、古いやり方の料理を覚えましょう。メニュー、ウィンターズ牧師の有名なアパラッチリ。コーンブレッド、美味しい。クラムバーガー。本物の肉。多分、とにかく、なんかの肉。なんかの肉って。せめてバラモンがいいな。地元の友好的なレスポンダーに問い合わせて詳細と教室のスケジュールをもらいましょう。まあ、料理教室があるってのはいいけど、いやーほんとなんか怪しいもんですね。で、これがキオスク。ここでボランティア登録するのかな。お、これで登録が済んだのかな。ようこそボランティア。で、なんか位置を特定するとか出てますね。ここで登録するんだよ。はいはい、分かってる。今やってるやってる。レスポンダーのボランティアになれば彼らのシステムにアクセスできるようになる。訓練コースはレスポンダーのケシャ・マクダーモットの位置を特定するよう指示しているということで、このケシャ・マクダーモットっていう人の位置をまずはこう調べなきゃいけないってことですね。てか生きているの？なんか死体があるとかいうお家じゃないでしょうね。じゃあ行きましょうか。ケシャ・マクダーモットの位置はここか。すぐ近いですね。てかなんかアイテム報酬がもらえたぞ。基礎訓練コースを終了しレスポンダーのボランティアになりましょうということで、で、場所はこのマップの下を見るとこう黄色く光ってるんですけどね、この辺りだと思うんですけど、ちょっとマップを見たい。どんな感じなんでしょうね。ああこれですね、レスポンダーの服。なるほど、これでボランティアになったと。なんか後ろにハートマークとかねついてましたけど、さっき
で、ここら辺なんですけど、見当たりませんね。ん？下のところのマーカーがなんか消えましたね。どういうことだ？ん？なんかマーカーが出てる。あそこか。でも走れない。ああ、やっと走れた。重くてね。さっきの鉄の破片かな？おし、し、水質検査キットか。これで？この汚れた水を回収すればいいのかな？なるほど。こういう風にチュートリアルをクリアしていくってことなんですね。で、フラットウッズのウォーターポンプから採取した水のサンプルを検査するということで。まあ、まずはこの マクダーモットにね、話を聞きましょうか。テーマは未来のエネルギー。核の攻撃の後、全ては混沌に陥ったわ。食べ物を漁って、過激な生存者と戦って、とにかくひどい状態だった。高校生が二人生き残っているのを発見したわ。親たちは助からなかった。町にある古い家にしばらく一緒に隠れていたの。少し経って、ここの水も採取しなくちゃいけないのか。ラジオの回路を判断するのに成功して、デスポンダーの声が聞こえた。倒す前に倒された。なんだ、人がマットフルーツの中から出てきたぞ。気色悪い。これは人間を肥料にしてんのか。で、ウォーターポンプから回収。で、今度は今朝の研究所で分析か。結果を分析すると。でもなんかメモとかでなんか書いてありましたよね。十分こう沸騰させないと飲めないよみたいなね。いやー、飲めないでしょ、あんな茶色い水。しかも放射能でね、すごい汚染されてるから。私は立ち上がっていったわ。汚染の状態を監視する試験用キットを作って、みんなに正確なお湯の沸かし方を教えますそして実行した。世界は改善していたけど、ゆっくりだった。また悪化することを防ぐ必要もあった。時間も手間もかかるわ。お話は終わり。さて、時間、管理、そして科学。やっと終わったかな。うん、記者の話が終わった。で、あ、汚れた水。うわ、重大って書いてありますよ。汚染汚染。うわ、これはやばい見るからにね、凶悪な文字の羅列がついてましたよ。で、このケミストリーステーションで、あ、これで沸騰させた水、木片があるとできると。綺麗な水にもできると。まあ沸騰させた水でね、十分でしょう。で、この沸騰させた水とかね、まあいらないものを売って、で、それでなんかいいのを買いましょうかね。よし、こんなところかな。じゃあ行きましょうか。で、セルフサービスキオスクにチェックインするということで。ちょっと来て。何？これあげる。お、またなんかくれるのかな。マットフルーツジュース、ありがとうありがとう。うわー、飲み物はありがたい。ちょうどね、喉が渇いていたところなんだ。で、またそのキオスクにアクセスして、で、次なる依頼を受ければいいのかな。チャレンジ終了。レベル4になりましたね。で、クエスト完了と。で、お、なんか別のプレイヤーが来ましたね。設計図だ。設
ティーズはね、使わないと意味がないということで、結構ね、ローク将軍から設計図ももらったんで、使っておきたいですね、ここら辺で。ちょっとね、かさばるとあれなんで、まあでも、設計図はかさばらないのかな、どっちなのかわからないですけど、まあでも一応ね、消費しておくことに越したことはないんでね、使っておきましょう、今のうち。で、一度使ったやつは使えないと。それはまあ当たり前ですけどね。なるほど。だからこう人にあげることもできるということですね。ならこうボルトのね、その入り口で待ってて、で、それでいらないね、この初心者にこうあげるっていうのもできるってことですよね。で、次はデルバート・ウィンターズ。で、彼の家で探す。デルバート・ウィンターズは家にいるの？どうせまた骨になってるんでしょ？そこにいるのは誰？ああ、これラジオドラマですね。フォールアウトのね、公式のツイッターかなんかでね、こう、流されてるやつですよね。流されてるってか。まあこういつでも聞けますよってやつですね。まあこれは聞かないでいいでしょう。まあ聞きたい人はね、そのツイッターかなんかでこう聞いてみるとね、いつでも公開してるので聞けますよ。でまた例のごとく重くて走れないと。でこれか。半分グール化してますね。生存者物語、デルバート・ウィンターズ、デルバートのターミナル、ボランティアの研修、牛肉を用意する。ああ、なるほど、今度は料理ですね。なるほど、バラモンを使っての料理が書いてあるのか。リブアイステーキを調理する。うん、まあ、こういうのはね、まあ読まないでおきましょう。もうこんな恐ろしい、多分時間かかると思うんでね、こんなにいちいち読んでたら。ここにデルバートのレシピあるよ。そこに何かあるって？あ、レシピ。ああ、ありがとう、ありがとう。これは気づかないよ、よく見ないと。あ、で、ここに調理場があるから、この調理しなさいよっていうことですね。無料の教室、さっき読んだやつですね。よし、でこれでリブアイステーキを選んで作ればいいのか。お、すごい、さっきの木材とこのバラモンの肉とかでいろいろ料理できますね。ラットスタックの肉とかね、いろいろ肉を入手しましたからね。いや、でもそれにしてもラット5って高すぎでしょ。一口で。いやー、スターライトベリーコブラーってやつは低いですね。よし。じゃあ、セルフサービスキオスクにチェックイン。で、これでまた報告ですね。で、これを完了すればいいのかな。そうすればまたクエスト完了になるのか。まあ最初はこんなもんですよね。銃口をこっちに向けるんじゃない。危ないな。常に銃持って歩いてますからね。なんか前のフォールアウトだと、なんかこう銃持ってこう話しかけると怒られるんでしてね。で、データベースを使ってレスポンダーに連絡と。レスポンダー本部に報告せよ。モーガンタウン空港。緊急メッセージ。大規模なスコーチの群れに動きが見られ、モーガンタウン空港の主要基地に向かっている可能性あり。各員は迅速に本部へ報告せよ。武器や医療品を持ってくること。マリア・チャベスですね。なるほど。かなり緊急を要する任務のようですね。モーガンタウン空港に急いで向かえばいいのかな。はい、ということで新たなミッションが出ましたね。
で、これがメインミッションとなるのかな。で、アイテム追加。おお、いろいろ増えましたね。ここか。モーガンタウン空港を探す。捜索するですね。で、レベル5になったということで、いろいろパークが付けられるみたいですね。開いてないパーク。おお、こういう風になるんですね。なるほど。この武器あげる。これは、あれなのかな？なんか、運とかはないのかな？出るやつは出るのかな？おお、黒色ピストルじゃないですか。黒色火薬ピストル。これは確かこのレベルだと最強のピストルだったような気がしますよ。この今のね、低レベルだと。レベル上がったら、カス武器になったからあげる。あ、なるほど。そうなのね。まあでも、俺はレベル低いからありがたいよ。よし、じゃあ行きましょうか。あ、思い出した。あのドン・キホーテ嫌いになった話みんなに聞いてもらいなよ。あのドン・キホーテの話？いやー、あれはあんまり話したくはないけど。お、グリーンカントリーロッジ。はい、っていう風にね、話をそらしていく。じゃあ話しますか。おっと、いて、モールラットを襲ってきてる。じゃあ、あれ、敵のね、ことはもう任せたよ。俺はこの沸騰させた水とかを飲んでるから。で、そのね、ドン・キホーテの話なんですけど、まあね、友人とね、ドン・キホーテに初めて行った時の話なんですけどね。まあ、なんでね、私がね、あまりそのドン・キホーテが好きじゃないかっていうとね、まあトラウマがあるからなんですよ。そのトラウマっていうのが、まあある程度ね、その買い物を済まして、じゃあその、レジに行きましょうっていう時になって、それでなんかレジにね、ちょっと目を引くものがね、あったんですよね。で、それを手に取って、で、その手に取って確認する前に、その、なんていうか、こう、中がこう、フィルム包装されてよく見えなかったんですよね。で、まあ、その言い訳をしてるわけなんですけど、まあ、本当によく見えなかったんですよ。で、そしたら、その、まあ、女の友達なんですけど、そのね、その人がね、こう、何見てんの？つって、パッてね、その私の取ったものを見たんですよね。で、そしたらね、すぐこう、顔を赤くしてね、変態つってね、ビンタされるっていうね。なんでビンタされたのかっていうと、まあ、例のブツだったんですよね。まあ、男なら誰でもついてるもんですよね。そんなね、大人のおもちゃがレジ前に置いてるわけないと思うじゃないですか、普通はね。その18禁のところにね、置いてあると思うじゃないですか。だけど、ドン・キホーテは違ったということでね。そのね、男のブツのね、まあ、棒があったんですよ。棒がね、厚いフィルムに包まれてね、よく見えないような形で、置いてあったんですよね。で、それで、なんていうか、黒光りするなんとかとか書いてあってね。すごいね、リアルで、脈っていうんですかね、なんていうか、血管までね、こう浮き出て見えるような、すごいリアルさでね。まあ、バイブですよね。まあ、それがあったんですよ。いやー、本当にね、あの時はもうびっくりしましたね。で、それで私にこうすぐ渡してきて、で、それで私もね、すぐこう見て、うわっと思ってね、その時はまだ子供だったんでね。で、それでこう、すぐ戻したわけなんですけど、いや、それからね、ずーっとその変態呼ばわりされてましたね。いやー、本当にあの時はひどかった。それ以来ね、ドン・キホーテには行ってません。もうドン・キホーテ恐怖症ですよね。
いや、全くこんな話をさせてね、本当どういうつもりなんだ。はっはっはっは、いつ聞いても最高。私のね、知り合いの中では結構有名な話なんですけどね、これは。まあ、あんまりね、その、広めたくない話ってわっと広まるじゃないですか。まさにそれです。でね、まずこの鉄片が重すぎてね、こう走れないので、まずは一旦この鉄片を半分ぐらいまで。本当はキャンプ開いてね、そこでちょっとこう入れられればいいんですけど、何分ね、金がもったいなくてね、ちょっとこう渋ってますね。まあでも最初のうちなんで、そんな2、3キャップぐらいだと思うんですけどね。このレスポンダーのジャケット結構似合ってますね。よし、このハンティングライフルの威力を見ろ。ほら、どうだ。あれ、ちょうどハンティングライフルが壊れました。さすがの耐久度ですね。ほぼゼロに近かったからでしょうね。でも、モングレルを倒したと。このパイプピストル、ほんと一回一回弾の装填がね、ひどすぎますね。まあ、威力はそんなに悪くないんですけど、連射性が皆無ですね。いやー、なんかこの地形っていう、地形っていうか、その気候がね、こう、すごい変わりますよね。今、ノームですね。濃い霧が出てる。これは雨とか、あとは、なんかあんのかな。ああ、そうか、その、ラットの嵐とかね、前ありましたよね。方でも。そういうのもあるのかな。いやー、ほんと楽しみだ。これからがね。これから俺たちにはどんな大冒険が待っているんだと言いながらね、すぐそこら辺の道端でのたれ死ぬなんてことはごめんですよ。もうね、早速ね、そろそろ水分ゲージがやばくなってきたっていうね。まあでもね、そこら辺のその果物テイトとかね、そういうのを定期的に取って、でそれでジュースとかを作るのがいいっていうねことをさっきので分かりましたね。まあでもそれにしても、その沸騰した水が必要ってのはちょっと痛いですよね。なんかこのノームとこの日差しが混じって本当に見えない、眩しいプラスこう見えないっていうね、最悪のコンビネーションですね。いやー、ほんと眩しい。あー、でも綺麗ですね。なんだこれ、明らかに毒キノコですよ。ファイヤーキャップ、何かいるぞ。